皆さんこんにちは。今回の動画は椎茸栽培キットを紹介する動画になります。こちらの商品は今年にあった自粛期間中に多くの方が購入していたようで、在庫切れがそれ以降長く続いていた商品です。現在は通常通り購入できるようになっています。それがこちらになります。こんなに大きいとは思わなかったです。こちらが椎茸栽培キットになります。これから中身を出して栽培までの経過を皆さんにご紹介していきたいと思います。動画の概要欄にこちらの商品のリンクを貼っておきますので、興味がある方はご参考にしてみてください。順調にいけばだいたい10日前後で採取できるそうなんですけれども、部屋の環境や育て方によって違いが出ると思うので、採取ができるところまで無事に育てることができるのか経過を取っていきたいと思います。これから栽培の様子を毎日取っていきますので、参考にしてみてください。それでは最後までご覧ください。どうぞ。まず開封の前に箱の側面を見てみると、ここに椎茸の栽培手順について書かれてありました。大まかな流れをここで確認しておくといいですね。それでは開封します。中に説明書が入っています。ここに椎茸の栽培方法だとか注意点などが細かく書かれています。裏面には Q&A が書かれていました。今は11月なので特に気にすることはないと思うんですけれども、6月から9月頃はクーラーが効いた部屋など、家のできるだけ涼しい場所で管理してくださいというふうに書かれてあります。説明書の下に赤く書いてあるところがあったので確認してみると、購入後は直ちに栽培を始めてくださいというふうに書かれています。そのままの状態で保管しておくと箱の中でキノコが発生してしまう場合がありますというふうに書かれています。今日1日目で行うことは1番、2番、3番のところまでですね。まず1番の栽培ブロックを袋から取り出します。すでに椎茸の芽が出ている場合があるということですね。後で見てみましょう。取り出した後は栽培ブロックを水洗いしますということなので、まずそこまでやってみますね。まだ椎茸はなってなさそうですね。ちょっと開けてみましょう。すでに赤ちゃんキノコが出てきてる感じですね。これから場所変えて水洗いしていきます。洗面所にやってきました。手順2の栽培ブロックを水洗いしますというところです。軽く手で撫でるようにして表面を濡らす程度に水洗いしてください。水道水使用かと書かれていますので、このままやってみますね。では今度手順3に移りますね。また場所を変えます。毎日観察する場所をここに決めました。手順3番、発芽準備、付属の栽培容器に入れます。あとは毎日 4,5 回霧吹きでたっぷりと吹きかけるか、またはコップの水をかけてまんべんなく表面を濡らす、この作業を行っていきます。今は水洗いをして表面をしっかり濡らしましたので、今日はこのまま一晩寝かせたいと思います。それではまた明日確認してみますね。一夜明けました。こうして見てみると昨晩とさほど成長している変化は感じません。引き続き経過を見ていきたいと思います。今日はまず霧吹きで全体的にしっかりと湿らせたいと思います。栽培を始めて3日目です。昨日と比べると目で見ても椎茸の成長がよくわかります。